なになんか来た。なになに。なに。トリックはトリー。おじさんハロウィン来たー。トリックはトリーと。あの可愛い仮装をした子供たちかと思ったら私服のおじさんが来た。怖い。面白い話してくれなきゃいたずらするぞ。しかも動画の素材の取り立てだ。これ動画の素材あったらあったで撮ってくし、なかったらなかったで、トリックはトリートのトリいたずら動画でドッキリ動画撮られるやつだ。これドッキリするぞ。ドッキリするぞじゃない。海外のドッキリ動画みたいなの撮るぞ。めっちゃハードなドッキリじゃんそれ。部屋全部ぶっ壊すみたいな。用意できてますか。面白い話の用意できてますか。いや何もないです。じゃあいたずらの方向で。あ、やだやだやだ。そういう芸風じゃないから。うわあ、これ渋谷の若者と一緒に DJ ポリスにしょっぴいてほしいなこいつ。いやーちょっとねごめんなさい、仮装は間に合わなかったけれどもね。あのせめてねちょっと気分だけでもということで。あー、いやーまあ確かにね、やってきましたね。ハロウィンですから。あー10月31日ねーシーズンはね、ハロウィン皆さんいろいろ仮装とか楽しんでいますでしょうか。ハロウィンナイト。ハロウィンね、ハロウィンでしょ。ハロウィンね。いやいや、あのハロウィン、ハロウィンね。あ、正しくはハロウィンでしょ。ハロウィン。いやいや、あのジャックオーランタのハロウィンでしょ。ジャックオーランタのハロウィンね。ん、なんでなんかちょっと英語かぶれ。いや、え、いや、だからもともとはジャックオーランタのハロウィン伝説のこと。それ何。その日本の伝統文化でしょ。いやいや、そんなわけないでしょ。ハロウィンは海外の文化よ。いやいやいや、起源は日本です。おお、じゃあ危ない人だ。ほんまそういうこと言わない方がいいよ。ハロウィン伝説以外にも様々なものが大体日本起源なのです。そういうことは言わない方がいいです。危険すぎるので教科書にもそう載せるべきです。危ない。思想が強い人だ。いやいや、ハロウィンは完全に日本の文化よ。いや違うよ、日本発祥だよ。あれ知らない。いや、かぼちゃを切り抜いてのジャックオランタン。おかぼちゃ様ね。おかぼちゃ様って何ですか。おかぼちゃ様の普通にあれ確かさ、なんか瀬戸内海の方のなんか民話が元になってんでしょ。絶対嘘だよ。え、奈良さん知らないの。知らない、その聞いたことないよ。じゃあ一席お付き合いいただきましょうか。一席知らないっつんなら、でも聞いたらなんかあれかってなると思うよ。いや絶対ならないと思うけどな。もうじゃあ行きましょう。そこまで言うなら聞かせていただきましょう。ジャクオーランタのハロウィン伝説。絶対違えもん。あの、いは、なんていうの、ねとぬのあの、隠し子みたいないだからね。なんか、あんま普段見かけないやつ。そう、詳しく説明されても、されればされるほど遠のいていくから。ハロウィン。俺たちの知ってるハロウィンから。ジャクオーランタのハロウィン伝説。これはね、俺が四国出身の知り合いから聞いた話なんだけれども。なんで物々しい入り方すんの。まあ時代で言うと江戸の中期頃ですかね、瀬戸内海の方に実際にあった小さな島のお話です。その瀬戸内海のね、島がね、小さいなそこはおかしい。そこはおかしい。田舎は純粋っぽくやるとしても小さいなとはならないから。よーく見たら小さいなどこ目線の話だ。なんで俯瞰の田舎純粋。 Google Earth の視点で見てサイズで見るとね、小さいなならないから。そのね、小さい瀬戸内海の島の小豆島ら辺の、そう、その辺りですかね。話ですかね。まあ島ですんで、あの小さいね、あの漁村があったと、はいはい、そこの漁村で漁師をしている、まあ、年の頃60歳ぐらいの磯部さんという方のお話でございます。はいはいはい、季節で言いますとちょうど今頃でしょうか、晩秋ですね、うん、まあ秋の嵐と言いますか、数日ちょっと海がしけって漁に出れない日が続いておりました。はい、ある日、まあ、あの嵐が明けたということで、じゃあ漁に行きましょうかということで、あの海辺に出ますと、海岸に大きな謎の物体が落ちていると、はいはい、まあ、流れ着いたんでしょうかね、はいはい、近づいてよく見てみますと、濃い緑色の、はいはいはい、巨大なトーナス、はあ、まあ、今でいうカボチャでございますね。まあ、当時はトーナスなんて言って
江戸の庶民に親しまれていましたけれども、見ない言葉だったけど、かぼちゃですね。ですね、うん、でまあしばらく寮に、あ、ごめんなさい、ちょっと理科の質問なんですけど、かぼちゃって浮くんですか？うん、かぼちゃはですね、じゃあちょっと浴槽で試してみましょうか。今からそれ別の実験やっちゃうけど、かぼちゃ浮かせてみたっていうと、浮かなかろうがなんだろうが、まあね、その海岸に流れ着いたのかな。うん、海岸に大きな大きなかぼちゃが流れ着いておりました。はいはいはい。磯部さん、まあ、しばらく寮に出てなかったものですから、はいはい、まあ、ご飯のおかずにも困っていたということで、これはいいやということで、うん、かぼちゃを家に持って帰りました、うん。磯部さんはですね、まあ、60歳ぐらいということで、同い年ぐらいのですね、高齢のおばあさんと、うん、妻ですね、暮らしておりまして、はいはい、ばあさんにこんなもの見つけたぞと言って、はいはい、かぼちゃを差し出したと、うん。そうしますと、そのおばあさん取り出したるは三尺ばかりの横断ビラ。おばあさん、かぼちゃに向かって夏なお寒き刃を突き刺し、刃の背に手を添えて、えいやっと押し出しますと、ずいずいずいと刃を押し込み、パカーッとかぼちゃが開きました。本格的な話家さん、セルフでの音出し、前に台がないから自分の膝叩いてちょっと講談による臨場感豊かな。それで、はい、そうしますとかぼちゃがパカーッと開きますと、うん、中からなんと、うん、玉のような男の子の赤ちゃんが出てきました。知ってるな、ここの下りの、ここの一連の流れは。まあ諸説ありますが、そのかぼちゃ流れ着くときどんぶらここって言いながら流れ着かなかった。もともとは若王乱太伝説が元になってるらしいからね。あ、そうなの？桃の話、あっちの方が後だ。桃のかぼちゃの派生だから、桃は瀬戸内海っつって岡山の方と近いでしょ。元祖は瀬戸内海、瀬戸内だから。じゃあこれは別に桃太郎リスペクトってわけでもなく、リスペクトではなく、むしろこっちの方が本家、元祖よ。わかりました、すいません、話の腰折っちゃった。でまあパカッとかぼちゃが開きますと、中から出てきたのは玉のような男の子の赤ちゃん、はあ。磯部さんとまあそのおばあさんはですね、長年夫婦として連れ添ってたんですけれども、残念ながら子宝に恵まれず、うん、大層喜んだ、うん。まあかぼちゃも手に入ったけれど、まあ、男の子も流れ着いたということで、うん、これはきっと神様からの授け物に違いないということで、二人でじゃあ育てようということになりました。はい。神様からの贈り物ということでですね、ちょうどそのかぼちゃが流れ着いたのが大嵐、海が荒れに荒れた、大いに乱れた結果届けられたということで、乱れるに太郎の太と書いて乱太と名付けられました。でもう一つちょっと不思議な点があった。ただ外から海から流れ出てきただけでもまあ不思議なんですけれども、乱太にはもう一点ですね、ちょっと不思議な点がございまして、乱太の首には謎の印鑑のようなものが首からぶら下げられておりました。その印鑑、刻まれてる文字のようなものがあるんですけれども、ちょっと日本語ではないようなものでして、ちょっと何と書いてあるかはわからない。その印鑑を取ろうとしてもランタはどうしてもこう外さまいと、嫌がっておりましたので、ランタには、まあ、その首輪といいますか首飾りをつけたまま、磯部さんとおばあさんは育てることになりました。ということで、ランタを育てようとなった時に、まあ、まずご飯を食べさせようと思い湯などを用意したんですけれども、ランタはですね一向に磯部さんとおばあさんの用意したご飯を食べないと。あれなんでだろうということで、磯部さんとおばあさん困ってしまったんですけれども、うん、まあ、ちょっとなすすべなしというところで、ちょっと様子を見てみようということで、その日はまあ3人で寝ることにしました、うん。で翌日ですね、パッと目を磯部衛さん覚ましますと、さあ寮に行こうと外に出てみると、もう太陽は真上まで昇っていると。あら、寝過ごした。普段だったら朝早く起きて寮に行く磯部衛さんなんですけれども、その日は寝坊してしまった、うん。まあ、これなぜかと言いますと、いつもはですね飼ってる鶏小屋の鶏の声で朝一番に起きまして寮に出る磯部衛さんなんですけれども、この日はなぜか鶏が鳴かなかった。あら、あれなんでだろうなと思って鶏小屋の方に注意を向けると、鶏小屋いつもコケコケ言ってるんだけど、シーンと何も聞こえない、うん。なんだろうと思って鶏小屋に近づいていきますと、風に吹かれてくるのは鶏の羽、白いのがファファーっと飛んでくるんですね、はあ。でよく見てみると
白い羽にべったりと赤い何かがついている。よく見ると鶏の血です。血、しまった猫が入ったかと磯部さんかけていきます、うん、で小屋の中に入りますと、あたり一面血のついた羽でボワーととっちらかっておりました。あーやられたと思ったんですけれども、一つ不可解な点が、あたり一面に羽と血が散乱してるんですけれども、その鳥小屋の壁とか柱にですね、何やら見慣れない何かハンコの印のようなものが、その鶏の血で大量に押されて、その印鑑があたり一面ブワーッと紋章が押されている。なんだこれはと不思議に思っておりますと、鶏小屋の隅の方でピチャピチャピチャと音がする。パッと目を向けると、そこにはですね、昨日育てようと言っていたランタがこちらをニヤニヤ見つめながら鶏をむさぼり食ってはいるでありませんか。全部ランタが鶏飼ってた10匹余りの鶏を生でその手で食い散らかしてたんです。あーいやーと驚いた磯部さん、どうしたことかということで、まあ気が動転してますんで、ただこのままじゃちょっとなんか村の人たちにね、なんかとんでもないものを育てていると、なってはいけないということで、磯部さんなんととりあえず納屋に隠しまして、外からガチャッと鍵をかけた、でおばあさんにこうこうこうでっていう話の顛末を伝えて、いやどうしたもんかなということで悩んで、2日目が過ぎましたと、それで3日目ですね、朝目を覚ました磯部さん、この日はですね、どうやら家の外で何やら村人たちがガヤガヤガヤとしてる声で目が覚めた、外を見てみると村人たちが何やら騒ぎながら隣の家の方に向かっていると、で隣の家はですね、まあ漁村なんで、海老蔵さんの家に、はい、なんか名字はその頃市川とかっていう名前、市川海老蔵、たまたまその人が市川っていうところから来た海老蔵さんなんですけれども、はいはい、その人の方に村人たちが集まって、ちょっとごめんなさい、やっぱ全然頭入ってこないんでちょっと一旦仮の名前に変えてもらっていいですか。じゃあ團十郎とか、あ、それもダメです。それも気になっちゃうな。宗次郎さんとか、あ、いいですね、宗次郎に、宗次郎さん、隣の家の宗次郎さんの家に村人たちが走っていっていると、でどうしたもんかということで磯部さんも行ってみると、人たちがねこう群れをなしてたのが宗次郎さんの鳥小屋の方、何があったんだってパッて見てみると、昨日自分の家の鳥小屋であったように鳥たちが無残な姿で血だらけになって転がっている、でまた、宗次郎さんの鳥小屋にも、あの鶏の血で押された印鑑がブワーッと、壁柱一面に広がっていると、これはまさかということで磯部衛さんパッと家に走って帰った、で納屋の方に行ってみた。そうするとガチャッとかけたはずの鍵が壊れてる、バッと開けてみると中でまたもニヤニヤと笑いながら鶏を食べているランタがこちらを見ている。危うくランタの名前を忘れそうになった。恐ろしすぎて言葉が詰まっちゃいました。ランタがね、ランタがこっち見てニヤニヤまた笑ってんの、で、あ、これはいけないということで、もうなんていうの、自分の家の鶏小屋だけだったらまだしも、隣の家まで迷惑かけて、これなんていうのかな、もう村人に見つかったらまずいということで、磯部さんも泣く泣くランタを船にね乗せて、で桶の中に入れて重い石の蓋をして、申し訳ないけどちょっと海に返そうと、これは何かもののけの類だと、いうことで海に流した。何枚だ何枚だ、さよならっていうことで海に流した。で、いや不思議なこともあるもんだというか、恐ろしいなということで、その日一日過ごしたんですけれども、翌日またですね、宗次郎さんのその隣の家でも鶏が無残に殺されて、鶏小屋に血の印鑑が押されてるという事件が起きた。でさらに翌々日、ランタを流したはずなのに同様の事件が続いた。さすがに村人たちもこれはおかしいということに気づき始めて、一声かけたのが村長、村長がちょっと何かおかしいぞと、さすがに警備を立てようということで夜見回りをすることになった、
で、見回りをすることになったその晩ですね、うん、早速村人総出で、夜交代で鶏小屋の番をそれぞれの家にありましたのでね、していこうというふうになったんですけれども、ちょうど牛の国あたりでしょうか、村長のね家の鶏小屋の方でバサバサバサっと声が聞こえた、うんうんうん、これはっていうことでバーッと走っていった、うん、で一番にたどり着いたのが村長さん、うん、鶏小屋で鶏がバサバサともう何羽か死んでいる、うん、奥の方で何かうごめく影がある、うん、何やつということで村長が持っていた棒でそいつを叩き殺す、はあ、ぐでーっと動かなくなった、うん、その影、うん、パッと表を上げてみると、うん、男の子が横たわっている、うん、遅れてきた磯部さんほか村人たち、うん、磯部さんだけハッと気づいた、ランタだ、帰ってきたんだランタ、海に流したはずのランタが毎晩のように漁村にね戻ってきて、うん、鶏を食い殺していたんだ、うん、わあ恐ろしいなと思ったその時にわかに強い風が吹く、え先ほどまで高校と夜を照らしていた月に雲がかかる、うん、ゴゴゴゴゴーと海の方から大きな音が聞こえてくる、パッと海の方を見ると見たこともない大津波が村の方に向かってくるではありませんか、うわ津波だと言うもすぐにバサーンとその島全体を大きな津波が襲いかかる、パッと目を覚ました磯兵衛さん、目を覚ますともう夜も明けて翌日の朝になっていた、ちょうど対岸のね島の海岸にこう流れ着いてた、パッとこう自分の島の方を見てみるともう島が跡形もなく海に飲まれてる状態になってるんです、はあ、で、まあ、辺りを見ますとどうやら村人の他の村人たちは無事のようだと、うん、いうことなんですけれども、ああよかった命だけは助かったかと思ったら海の方からプカープカープカーと何かが浮かんで、うん、こっちに進んでくる、うん、あ何だろうと思って見てみるとブクブクにもう水ぶくれた村長の土左衛門が流れ着いて、うん、あー村長だけ死んでしまったと、なんでこんなことに村長だけって、磯兵衛さんだけちょっとハッと気づいた、うん、村長だけあのランタを叩き殺してしまった、うん、あこれは島が津波に飲まれたのも村長が死んでしまったのもこれはランタの仕業に違いないと、たたりに違いないということで、ここでようやくねあの磯兵衛さん村人の人に実はこんなことがあって、かぼちゃが流れてきてその中からまああの男の子ランタと名付けた男の子が生まれてっていうのを説明しましたと、いやーこれはもうランタのたたりに違いないということで村人みんなでね、ああこの怒りを鎮めないとということでランタを立て祭ることにした、でランタに畏敬の念を込めて小さな男の子、若い男の子ですよ、ランタを弱王として立て祭ろうと、弱王、まあ毎年ね、うん、ランタ弱王ランタが流れ着いた悪の暮れ頃、うん、弱王ランタにカボチャを奉納しようと、うん、その乗ってきた乗り物であるカボチャを、うん、でそしてこの惨劇を忘れまいと神奈月の暮れの頃ですかね、うん、お祭りを奉納祭をしようということでお祭りを開くことにした、あの鎮魂のお祭りを、うんうん、でそのお祭りの名前どうしようということなんですけど、この惨劇を忘れないようにそれを名前にしようということで、うん、大津波、うん、波浪ですよね、波浪、そしてランタが壁中に押してた印鑑、うんうん、血濡れた印鑑、印ですよ、うんうん、波浪と印、ハロウィンという名前にしたんです、そして、うん、ランタがですね災いを起こした時に発していた言葉、これをまあ教訓戒めとして忘れないようにしようということで、実はですねランタが鳥をこうむさぼり食ってた時に鳥食う鳥食うと静かにつぶやいていた、うんうんうん、その鳥食うというランタの言葉を戒めとして石碑に刻もう、さらに鳥食うさもないと島を取るぞと、津波でさらうぞ島を取る、取る島、鳥と石碑に刻んで、かつて存在していた島を見渡す丘にねその石碑をして、さらに鳥食う鳥との間にランタが持ってた印鑑の文様を刻んだんです、うん、その文様が丸っていう記号に、うん、さらに丸の記号に2本足が生えたような、
記号なんです。まあそれね、後々どっちが先かわかんないんだけど、アルファベットの O と R に見えるっていう、まあどっちが先かはわからないですけども、それを、並べて、トリクオアトリートということで、毎年その地域では、秋の暮れ頃になると、ジャクオーランタを祭るハロウィンというお祭りが開かれ、トリクオアトリートというのを念仏のように皆さんで、戒めの言葉として唱えていたという、これがジャクオーランタのハロウィン伝説でございます。長えわいやあれ長え長かった。俺も途中であのなんかあの着物のジャケットみたいなやつあの脱いで座り直したんだけども、あとねうまいわ語りが謎のなんか古典調の描写が丁寧すぎてびっくりした。いやー、遺跡お付き合いいただきましてどうもありがとうございます本当にあったのこの話は民間伝承っぽい、なんかこう伝承されてないとこんな完成度にならないと思うんですけどあの口伝で伝えられて、あの徐々にあの仕上がっていく感じのやつねあのね、これ本当の話なんですけど、うん、あの別に本とかなんもないですからねメモ書きとかなんもなしで、そうなんですよ、今ずーっと一人でとくとくとよく喋れたねこんなに。まああのこれ口伝で、あの師匠にも結構ね、あのとちったところ結構いろいろお前はあそこの描写がなってないって言われて、まだ僕もまあ半人前なんですけれどもねこれね、あの本当の起源がどちらかはあの未だ明らかとはなっておりませんが、皆さんあの一つの民族学としてあの心に残していただければ大変ありがたいなというふうに思っております。はい、お納めください。ちなみにですね、これ、うん、あの12月には尾張の民間伝承がありまして、はあ、家康切り捨てのもういいよもういいよ家康切り捨てのもういいよお後はよろしくねえわまあでも苦しみモースっていうイベントもええわ苦しみモースっていうもうもういいよ、何回もうよくさせるんだまあまあでもね、面白い話聞かせていただきましたありがとうございます。いやー、じゃあこの家はこれぐらいでいいかな。じゃあまた別の家に面白い話取り立てに行ってきます。ハロウィン伝説未だここにあり、トリクーはトリトー、あれトリクーはトリトー、ランタ様だったのか。いや、ランタは面白い話取り立てに行かねえだろ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。